はい、対戦相手の方が見つかりました。でゴリラの枠を不思議花に変更してきましたね。で前回まで使ったチームは結構ねバランスが結構気に入ってたんですよ。あの各世代の御三家がいるみたいなね。だけどちょっとね不思議花でもいいんじゃないかなということでバナに変えてきたんだけど、今回だとゴリラのが良かったな。まあいいか、良くはないんだけど、まあまあまあ。で初手トラップはつか、あのドラゴン2体のがいて、うわすげえ厄介。ドラパルト不思議花は確定ですね。ラスト1匹パワーで押すんだったらリザードンなんだけど、ドリューズで切り返しを狙うのもありか。パチラゴンには弱くないしな、ウドラゴンにはまあ比較的弱めなんだけど、そこは不思議花がカバーしてくれるはずなんで、ドラパバナドリューズで行ってみますか。はい、はい、対戦よろしくお願いします。不思議花の強いところは毒毒なんだけど、ゴリランダの強いところは素早さだからな。やっぱ似て、なんかちょっと やってることは似てるんだけど、ちょっとな、なんか戦術の時に少し噛み合わないことが出てくるわ。で、なるほど、ウオノラゴーンか。まあ、ここ引いてくる可能性もあるんで、トンボ返りですね。いきなり大マックスしての大水は、とりあえず大水とか 大ドラゴンだってやばいけど、大水は大丈夫。でもドラッパルトに対して大水は押してこないか。大ドラゴンでしょうね。相手フェアリーにいるのがあって、なかなかドラゴンまで押しづらいってとこも厄介だよな。あー、オッケーオッケー。ここはとりあえずトンボで正解と。ミミッケ、おお、悪くないね。脇の皮剥ぎつつの交換ができるのでかなり悪くないですね。ドリーザちょっと残しておきましょうか。これドリューズの方がミミッケに対しては有利なんだけど、不思議花でいい気がするな、ここ。で、宿り木の種入れて、毒毒入れてみたいな展開持っていけるから、まあ、まず宿り木からでいいですね。はい、身代わり、おっと、まあまあいいでしょう。まあ、ギガドレインでいいか。呪い系？ああ、なるほどね。意外ぶっちゃけ壊さなくてもドラパルトで倒せるっちゃ倒せるからな。多分痛みは K だと思うけど。で、ギガドレイン。最近このミミキすげえ増えた気がすんな。別に身代わりが壊せるからそこはいいっぽいですね。ここ身代わり張ってくる可能性もないけんし、いやでも痛みは消してくるから、身代わりだったら美味しいし、一回ドラパルトに引くのはありありのありか。身代わりだった時がパクのアドンゴですからね。身代わり、おっと、美味しいな。この SP 何を押しても落ちそうだけど、火炎放射何気に怪しいか。うわ、ゴーストダイブ押したくな。ダイマックスしちゃうか、ここも。いやー微妙だな。ゴーストダイブにしとこうか。これ交換された時が美味しくないんだよね。あ、あーなるほど、掛け打ち。これちょっと美味しくないな。まあ、交換してきたら裏に結構技が通るからよしと考えるか。多分交換してくるよね、ここ。駆け打ちかだったらな、まあ、火炎放射だからワンチャン落とせたかなって気がしたんだけど、タイプフィッチだしドラッパルドも特攻ですからね。ミミュキュちょっと耐久っていうことも考えると、この HP でも怪しいんじゃないかっていう。まあ仕方ないな。あ、通るか。あ、だったらいいや。ミユキ倒せるんだったら問題ないんだよ。こいつが一番鬱陶しかったから、こいつを倒せるんだったら全然問題ないんですよね。トゲキッスが。ああ、なるほどね。これゴーストダイブでいいや。ダイマックスはドリューズで切るでいいと思うんだけど、
ゴーストダイブ悪巧みしてきたら美味しくないんだけど、まあでもゴーストダイブでまあまあ打点取れると思うんで、マジカルシャイン普通だな。ウオノラゴンは主義バナでも相手ができるはずなんでとりあえずいいんですよ。あ、ここで大ジェットかな。オッケー、ここ大ジェットの方がむしろ美味しいですね。ドリューズが弱点恩恵もらいながらの展開ができるんで、大盤を押してくればね。まあトゲキスが普通にそもそも CS だったらもう大ジェット食らわなくてもすばらしい抜かれてるんだけど、ゴーストダイブよりちょっと削って、はい、大ジェット OK、 これは悪くないはず。やっぱりこれ死んでくれるんで、ああよしよしよし、ドリューズのダイマックスをしっかり残したのがここに来て生きてますね。弾か、まあ弾でも多分耐えるしょ、ダイマックスすれば耐久振ってるしな。これが晴れてたら困るけど、まあ晴れてないしね。でダイマックスして大ロックと、これ素早さ逆転からの弱点保険発動でウノラゴンもぶっ飛ばした勝ちみたいな。ウノラゴン落ちないかもだけど、シギバナで締められると思うのでとりあえずは問題ないはず。ここで素直にすぐにウノラゴン引いてくれパターンも、まあ、多分大丈夫だね。大ロックからの次の技は多分耐えないから大丈夫そうだし、嫌ならここで大ジェットからの次大バーンとかかな。それがちょっと負け筋か。いやでもそれはそれで相手からしたらやりづらいはず。ここで普通にドリューズの大シールとかきついはずなんで、はい、でダイマックスで、だから大ジェット大バーンはワンチャン耐えてくれそうな期待もなきにしてもあらずんばだし、大ジェットされた場合に、ね、向こう素晴らしい2段階アップでこっちも2段階アップなんですよ。普通だったらドリューズの方が早かったりするんだけど、このドリューズは遅いからな、まあ、その分パワーがある、耐久もある。大フェアリー、うん、微妙な技を押してくるな。大ジェットも押してこない。え、ここ大フェアリーする理由ってなんだ。大ジェットだったらまだ分かるんですよ、やっぱ弱点保険警戒でかつ自分の素早さ負けられるから分からんな、それは。まあいいや、大フェアリーの方が実はパワー高いとか、もそれだとしてもだよね、それだとしてもそこまでのダメージは変わんないから大ジェットでいいよな。でこれで素早さ逆転でしょ、でここ大スチールド安定だね。ウオノラゴンに引いてきても防御上げられるし問題ないでしょ。砂かきドリューズはあんまり警戒しなかった感じかな。今ドリューズって砂かき半分ぐらいいる気がするけど、半分は言い過ぎかもしれん。で大スチールで飛ばして、まあ、弱点恩恵は発動しませんでしたが、まあいいでしょう。でウオノラゴンが来るんで上から適当に殴って、で今防御1段階上げたし、エラガミのパワーも、まあ、通常の火力だよね、あの先制で動けた時のパワーは出せないはずなんで、弱点恩恵発動して殴り倒して終わりみたいな。ダイスチルもう1回は過剰だと思うんだけど、まあ、でもやってもいいか。結局地震で殴ってもダイヤースで殴ってもそこまでパワーに差はあるけど、弱点保険もらいに行くことになるし、これでいいか。ダイアースでもいいけどこっちの方がより安全な気がする。枝紙、ああこれで防御に何か上げたところが生きて全然食らわずに弱点保険をもらうと。やっぱ今世代いろんなドリューズ使ってるけどこいつが一番しっくりくるな。多少耐久に振った砂かき弱歩ドリューズ、この方が一番しっくりくるわ。で地震で勝ちと、倒せなくてもまあシギバナがいるんでね勝てるでしょう。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームはこんな感じですね。これはまたシギバナが出しやすいチームではあるな。初手に投げるのは少し微妙、どうしようかな。今回に関してはドラッパルトが結構微妙なんでこいつは出さなくていい。ドリューズは必要ですね。シギバナドリューズでいこう。でラスト、まあ、キス重ためっちゃ重ためなんでカビゴンあたりでもいいかもしれない。これでいいか。はい、はい、対戦よろしくお願いします。
初手嫌なのはトゲ必須だけど、初手トゲ必須は多分あんまないんじゃないかな。これは最悪最悪なんですけど、最悪デブに止めてもらおう。ここは宿り木の種からで、丸田首が最悪だけど、ドロー爆弾を考えると、あ、いきなり大ジェットがいきなり、まあ、これは美味しくないんですが、美味しくないんだけど、裏に引いてもぶっちゃけ微妙だったんで仕方ないと思う。これただのヤスラとかだったら耐えてたんで、相手にダイマックス切らせただけマシと考えた方がいいかもしれない。大ジェット、はい、一発耐えてくれたりしないかな。あー、まあさすがに必須のパワーは無理か。ヤスラは耐えるけど、さすがに大ジェットは無理だな。弾、最近弾キスばっかですね。じゃあドリューズちゃんで、アーマーガーもドリル当ててぶち殺します。もともとその予定だったから。でここは第6、また大フェアリー押してきてくんねえかな、1戦目みたいに。弱を発動したドリューズは普通に相手きついだろ。裏アーマーガーがいるかもだけど、アーマーガー後ろリザードンとかが重たいだろうし、いるかどうかで言うと微妙ですよね。初手にキースだけできてるから引き先としてあるのかもしれない。で台湾、はい、これは良くて、はい、やっぱこの動きできるのすげえいいな。これ何回も言ってる話だけど、で弱を発動して、で第6で素早さ逆転と。第6がなんか大ジェット兼ねてるみたいなところが最強だよね、このドリューズは。このドリューズだよ、砂掻きドリューズが。普通のポケモンが大ジェットで素早さ上げるところ、こいつ第6で素早さ上げられるかな。ここは強いよね。砂で落ちてくんないか、無理か。まあでもいいや、逆に防御面上げれるってことですからね。ここ大スチールでいいよな。必須は玉ケースだし、次行動したら死ぬこと考えると引いていきそうにもないよね。なこれで防御もアップと。泡が来たら大スチールで防御上げて、で試行回数稼いでドリル打つしかないですね。正直それしかやりようがない。で泡がいなかったら裏のポケモンはまあまあやれそうな感じはある。ロトムだったら大ロックで削れるし、でカビゴンでなんとかなるよね。ガーが一番嫌だけどな。ガーうちのチームあんま出てこないからいなそうな気はするけど、カビゴンとか何気に嫌か、あくびで流してくるとか。考えていらっしゃるな。でもあいつ初手トゲキスとか初手ドリューズまあまあきついと思うけど、でもあれか、初手ドリューズ来たら別に大ジェットで普通は勝てるみたいな。初手に出すドリューズ大体型破りだから、大ジェットで潰す予定だったのかもしれないけど、ロトムね、まあこれはいいでしょう。でここは第ロックで削って、まあ、ここでイドンプかわしてくれても美味しいけどな。そしたらすごい楽なんだけど。おお、いいダメージ入るな。さすが弱点保険発動した時に、このパワーはなかなかですよ。イドンプかわしたら超有利なんだけど、かわしてくんねえか。鬼火か、イドンプないのかな。でも鬼火のが嫌だな。カビゴンがもらわなかっただけよしとしようか。もらわなかったらよしというか、もらうか。この後水技切ってる可能性もゼロじゃないですけどね、まあ、ここはロックブラストでたくさん当ててくれ。ドリューゼ当たれじゃないのか、ね、あれだよね、ひでみとか狙いないけど、その分ね当たった時のパワーはこれが最大だから、3回当てればもうなだれと一緒。なだれか、くっそ。さっきのとこ別にイドンプでよかったんじゃないかな。だよね、鬼火押す理由があんまなくね、むしろ命中不安定だって危険だったと思うんだけど、鬼火押した方が。でここは呪いだね、鬼火食らっちゃうんで呪いの方がいいと思う。パワー上げられるだけ上げる的な。鬼火、はい、まあ、これ食らっちゃうの仕方ないんで。でもそうだよね、さっきのところあの SP のと絶対ドンプで死んでたし、命中不安の技を2回打つことになるから微妙だったのでは、立ち回り的に。まあ、って言っても
負けたらグーの音も出ないんだけど多分プレミだと思う。こあそこでこあまあ交換を読んだのかもしれないけどね、交換読んだのかな。あだったらありえるか、ラストがニーフィアとかの時にとりあえず残す可能性あるから交換を読んだのかもしれないですね。だからまあプレミっていうにはちょっとあれだけど、ドンペ、はい、これはむしろ突っ張ってくれた方がありがたいけどな、俺らのポケモン相手する観点で言ったら。ドロポンでさ、多分半分まで行くかな、怪しいとこだけど、まあ呪いでいいな。リサイクルするか悩ましい HP なんだよね。だけどまあ見てか、多分リサイクルは一回発動してからでも間に合うぐらいだと思うから、急所考えなければ半分行くか行かないかぐらいだと思うんだよな。あーだよね、オッケーオッケー、こんだけ詰めれば相手の裏は結構物理ポケモンが多いし、特殊ポケモンだったら、まあ、そもそもねそんなに悪くないでしょうということで、ここはリサイコー、リサイコーして、まあ、ここちょっと当ててくれよロドに頼むぜ。ここで外すなよ、ここで効果もありえなくないのか。あーオッケーオッケー、これポジションか、でもまあ結構痛くない、こんなもんか。まあリサイクルできたんで悪くないっすね。はい、んで裏が見えますが、ミミッキュだった場合はもうさっさと殴るしかないな。ミミッキュか、それか呪いマックスまで積んじゃうか、どうだろう。相手鈴木沼にしまくってくるかもしれないからな、殴っとくか。 DD ラリアット、ああ鈴木沼だね。一応防御3段階ぐらい上げていくからダメージはそこまでのはずで、ここリサイクルは鈴木の前の可能性を考えると微妙ですよね。だから殴った方がいい気がするな。 DD ラリアットじゃれつく、あここじゃれなんだ、これだったらリサイクルだったんだけど、 OK、まあ、これぐらいのダメージだったらピラの実で回復できるんで悪くないと。ただこの次なリサイクルした方がいいかもしんねえ、これ倒せるんだったら多分倒せないよね全然だよな。ここ悩ましいけどリサイクルするか、剣沼とかされると最悪なんだけど、 OK ジャレだったらいいや、うん、ロトムのなトロポン耐える HP 残さなきゃいけないからと思ったけど、この HP だったら耐えるかも、耐えるよな。もう一回リサイクル、いやでもここ剣の前も怖いから殴っとこう、じゃれつくはかわす可能性もある技ですし、なんか一瞬かわしたかと思ったけど、これ HP いくつなんだ、80ぐらい なんのか。ドロポン耐えるかちょっと微妙だな、あのね今のところ卓ゲーなんですよね。リサイクルを積みたいとこではあったんだけど、積むというか回収したいとこはあったんだけど、78は微妙な気が、さっきダメージいくつだったっけ。まあドロポンかわす可能性もあるからそんなに部が悪くないはず。ロトムはもう HP こんだけしかないんで何をしても倒せるんですよ、だから攻撃ダウンとかは関係ないんだよね。一応耐えるかなって、あラッキー耐えそうな気はしたけど、まあ外してくれるのが一番良かったからな。解説ありがとうございました。まあこれはもうねロトムの宿命だからしゃあないよ、諦めてくれ。なんでこの上から目線なんだ。対戦ありがとうございました。